はい、241。なになになに、どうしたろどうしたろ君は。頑張ろうっていう意思は、かしこまりました。受けたまわります。はい。守備職人、走塁B。あ、思いやりなしね。まあまあまあ、外野だから。右側いいじゃん、全然。守備職人も持ってきてんの？思いやりはまあ最悪本でぶち込めば、それなりにいい。お前右側優秀。送球は本あげれば、なんとかなる。内野でも使えなくはない。お前いいね。頑張ろうとしてる意思は、認めましょう。前田くん。前田すごいいいね。いいね。1年生前田くん、結果残してます。本日3-3。前田が何 ?7 割も打ってんの？病気やん。前田がやばい。この1年がやばい。7割2分7厘。やばいね。前田やばいな。めっちゃ打つね。ちょっと待て。前田やばないか。めちゃめちゃ偉いよ。チャンス B。お前マジ ?1 年だろ。ちょっと話別だな、お前。お前かなり優秀だわ。俺今ちょっとかなりびっくりしている。6割4分7厘、8打点。お前かなり優秀じゃねえか。ああ、ここで前田来る。ここ前田頑張れたら何かいいんだけど。まあ、バントぐらいかな。バント、無駄にこなせれば、いいでしょう。バント職人！素晴らしい。よく頑張ってるやん。よく頑張ってるやん、お前は。阿部寛の本あんじゃん。一冊か。一冊だわ。じゃあ、前田頑張ってるから、ちょっと一回阿部寛の本でも与えてみるか。阿部寛あげよう、お前に。まあ、ちゃんと。おいおいおい！お前は神か！前田！前田は本当にようやっとる。合ってる。もう当たりがね、ちょっと前まで中学生とは思えない当たりしてるのよ、前田。ナイスバッティ。そうだよな。先ほどのプレーです。いいよ。そうそう。それがお前の持ち味だろ？おーい！神か、お前は！神いるぞ、ここに！ちょっと待て、お前、どういうことこれ？え？社長の孫とかじゃねえよな。マジで？お前、やばいって。お前、神だわ。これ、レベル違うだろ。やばいって。いやいやいや、これ、ちょっとこいつ凄すぎるぞ。素晴らしい。お前、ガチか。優勝！お前が優勝です。当たりが全然レベルが違います。優勝です。優勝おめでとうございます。優勝です。完璧だもん。もうどこにでも打ってるもん。お前疲れてるよ。そうだよな。前田はね、疲れてるピッチャーからものともせず打ちますから。その通り。本日4-3。帰ってこい。あ、無理ね、無理ね。危ない危ない危ない。お前らの連携プレーの練習じゃねえんだよ。てめえらのグラウンドでやれや。センター返しいけるか。体調悪いけど、まあ、前田ちょっと信じよう。さすがだよな。そうだよな、前田な。それが男だよな。一試合一本必ず打つんだもんな、お前はな。俺をちゃんと打てる1年は偉すぎる。さすが。え、前田どうした。あ、宮崎の食べ物は口に合わない。しょうがない、しょうがない。じゃあ。もうやめてよ。前田にそういうのすんのやめてよ。ほら、ちょっと、顔があんまり、あれだな。ちょっと、お前は顔かっこよくモテるから。しょうがない。特別措置です。やっぱ、ここら辺が無難じゃない？二重で、鬼ぞりして。優しそうだもん、お前は。戦う顔してるよね。お目目が、うん、これいいよ。まあ、こんなもんでしょ。結構いかちいな、お前。鬼ぞり眉毛他ないの？ああ、これもある。ちょっと
気合入りすぎてちょっとヤンキーみたいで怖いから、おいとかって言われたら俺怯えちゃうから、うん、気合入れとこう。いいね、かっこいいね。ちょっとなんか顔デブっぽいなお前。まあ、ええ、髪の毛でカバーしよう、うまく。これダメ。お前はね、髪生やしても文句言わない。一気に出さい。妖怪みたいになってる。普段使わねえから何見てもかっこよく思っちゃうわ。無駄に短髪がお前似合うわ。お前短髪が似合う。ちょっと、外羽ぐらいの。これがいいでしょ、ちょっと。これモテるよ、これ。バレンタイン700個ぐらいもらってるよ、これ。これが一番いい。ちょうどいい、ちょうどいい。かっこよくなったね。全然。なんだお前のその顔、黒沢。こうやって、いじめが始めます。前田いいね。かっこいい。はい。さすがです。さすがの一本。あら、これ地味に高校初ホームランじゃない？いいね。さすがです。初ホームランいいね。もう前田はもう本当に何も言うことね。はい。5-5。そうだよな。お前は本当に偉い。はーい、さすがです。同じミスは二度繰り返さないこの男です。それが前田という男です。はい、素晴らしい。二打席連続スリーラン。さすがです。前田さん、素晴らしいバッティングです。こいつはガチでやばい。本物。さすがの一言。そうだよな。お前は伸びえなんてものともしねえもんな。ナイスバッティング。さすがもう。お前はガチでやばい。マジでやばい、お前本当に。下山、無理です。お前にキャプテンは務まらん。砂川、無理。前田は？前田一択だろ、こんなの。前田一択だよ、こんなの。前田一択。お前のね、変な理論語られても困るから。シャシャリ出てくんの。頼むな。さすがです。さすがです。いや、前田は走塁いいよ。走塁 B だよ。一番深いところまで転がってるよ。前田、早っ。この後一本欲しいな。いやそれは、そうだよな。前田さんがゲッツーなるわけないよな。お前は冒頭放っとけばいいんだよ。あ、これで前田さんが、いらしている。こっちかな。走塁へ！優勝です。あなたが優勝です、前田さん。おめでとうございます。優勝でございます。あ、前田さん来てむる。キャプテン。前田キャプテン。ああ、いい響きです。流し打ち行くか。流し打ちで。素晴らしい。そうだよな。その通りですよね。すいません。そうだよなとか言っちゃってすいませんでした。口塗っときます。その通りですよね。前田さん、さすがです。さあ、ここで前田さんに回る。頼む。うわあ、完璧。見たかったのはこれです。さすがです。前田さん、ナイスバッティングです。それです。美しい。美術5。今の打球でもお前は美術5です。言っときます、美術の教師に。前田は美術5でお願いします。こいつは美しいタイムリーが、打てます。流し打ちがいいと思うんだけどなぁ。お願いします。今、頭を下げてます、私は。その通りです。素晴らしいです。前田さん、これが見たいんです。私どもは、この光景が見たいんです。連れてってください、伝説へ。その通りです。伝説へ私どもを導いてください。4割5分3厘。そんなこと言ってられる場合じゃなくなってきた。いいよ、ナイスバッティング。そうだよな。
先制ホームラン。そういうバッティングや。最後の最後まで頼むな、このチームを。こちらが先ほどの先制のシーンです。ようやった、ようやった。ダメね、ここダメね、回ったのにね、ダメね、ここで打てない。まだ試合をやりたいってことかな。さあ、さっきのはギャグだよな、前田。舞台は整った、もう試合を決めるだけ。イエス、決めたのは前田です。そうだよな、お前のチームだもんな。ナイスバッティング、よう打った。お前が決めるんだよな、その通りだよ。輪の中心にいるのはいつだってお前なんだよ。前田お疲れさん。前田に9回裏に単打で決めてもらおうって思ってたのよ。終わり方いいから、100点でしょ。終わりいいからね、終わり良ければ全てよしです。前田さん、卒業おめでとうございます。ロマンをありがとうございました。4割5分3厘、最後のサヨナラタイムリーはしびれた。ありがとう、楽しませてもらいました。阿部くん、はい、136。矢に入れてるね、矢に入れてるね、これね。はい、奪三振開幕的。エース候補。はい、エース候補です。いいです、野球うまかったらタバコ吸ってもいいです。右側めちゃめちゃええやん、吸っちゃってるな、タバコな。やってますね、これね。1日700カートン、赤丸吸ってます。全然ええやん。いいのよ。野球うまかったらうち、タバコ吸うの認めてるから。脱三振でこれでしょ？全然ええやん。大丈夫、大丈夫。え？ちょっと待って！お前優秀だな、おい！ちょっと待って。こんなやつおる？こんなやつおる？お前めちゃんこ優秀やんけ。いい、タバコ吸っていい、お前は。バチボコ優秀やん、お前。優勝、これ優勝です、これ。お前バチボコ優秀やん。野手だよ、野手。二刀流、二刀流。完璧やん。こんなことあります？これやばない？優勝です。阿部俊也君、こんにちは。いらっしゃい。素晴らしいね、これね。ここからサブポジをつけていきましょう。ちなみに投打躍動ありませんでした、確認したけど。え !249! お前強いな。おい小林、お前何やってたんだ1年間。帰っていいぞ。勝ち運欲しいんだけど。勝ち運行こう、勝ち運。一番簡単だから、イージーだから、イージー。赤ちゃんでも取れる勝ち運。えらい、優勝、君が優勝。素晴らしい、偉いな、本当に褒めたたえたいわ。ナイスバッティング大好き。素晴らしいな、お前ガチで。1年生の打球とは思えんぞ。完璧やん、お前。1年生ですか、本当に。そのフォロースルーはプロ5年目ぐらいだったよ、今。これ最悪ここいるから、阿部くん行ってみようか。立花もうよく投げたでしょ。阿部くん行ってみよう。つけて打つ。え、いやー、もうキモいて。どうすんの、赤道具持ってきたら。え対左 D。 いや、やめて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 、登板させられなくなっちゃう。やめてください、そういうのやめてください、やめてください。まだ彼の将来は明るいんですから、やめてください。阿部気にしなくていいからな、これな。これとある企業からの嫌がらせだから気にしなくていい。あ、智弁ゲロ西高校、甲子園出場のお祝いの品。超東大躍動ごっちゃんでー。そうだよな、よくわかってるわ。その通りだよ、ごちそうさまでした。そうだよな、その通りだよな。よくわかってますわ、これは、コナミさん。素晴らしい企業です。いつも常々思ってました。
ありがとうございます。素晴らしい企業です、あなたたちは。これはもう仕事しとるよな。完璧やんけ、これ。阿部くん、このタイミングで持ってくる。あー、いらない、捨てたい、捨てたいの。ムキシにつけちゃおっかな。ムキムキムキシに超東大薬のつけちゃおっかな。これいらないな、全然。悔しい、おにぎりが良かった。これちょっと阿部につけるわ、これロマンあるから。ごめん、ちょっと発動するわ。阿部につける、阿部につけます。おめでとう阿部くんで、いきます。大丈夫よね、阿部だよね。はい、超東大薬の発動。今まだ1年生のうちはね、発動しないから。あー、もういつ見てもいい、素晴らしい、ごちそうです。かっこいい、1年生ですよこれ。完璧やんけよ。もういついけるそれ。おい、ダメだそれは。阿部くん、それはちょっといけません。見ます、今一応今の手がこれあれだわ闇の力働いて阿部のエラー見せないようになってるわ。ナイスバッティング。そうだよな阿部な、ミスは自分のバットで取り返せばいいんだよな。その通りだ。この場面でよく打ちました。その通り、信じてたぞ。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。よく打った、それはよく打った。うわ、逆境丸、偉すぎ。それはね、お話が別です。阿部くん素晴らしいです、その通りです。偉い、優勝、君が優勝です。お前マジ偉いわ。ナイスバッティーン、3本目場外やん。完璧、阿部ちゃんええな。うわ、ちょっと神いるわ、神がいます。ここに広角打法、神ですか君は。ガチやばいわお前、マジで言ってんの、神、お前えぐ、素晴らしい。よく分かってます君は、君はねよく分かってる。もう完全に主人公です、主人公君が。優勝、優勝です。これもう完全に優勝の特殊能力持ってるでしょこれ。やばいなぁ。誰？阿部ね！いいです！幸せにしちゃってください、彼女！お前絶対別れるんだよ。お前多分間違いなくプロ行くんだけど、絶対その今の彼女を幸せにしてよ。絶対幸せにしてやれよ、お前。阿部ならいい、お前ならいい。お前ならいいけど、たまに女ができて、女に走るやついるから、川上みたいにはなるのよ。絶対可愛いんだろうなぁ。多分やってます、これ。キャンキャンのモデルです、わかります俺。だいたい俺選手の顔見たら彼女がどんなやつかわかるから。ナイスバッティーン、これでも全然いいです、素晴らしい、よいしょ。阿部のね、広角打法いいね、流し打ちも持ってるしね。芸術ですこれが。ナイスバッティーン、確定だ、ウィン、素晴らしい、ナイスバッティーン。はい、ごちそうさまでした。さすがです阿部くん。はい、今日2本目。そうだよな、負けてられねえよな。ナイスバッティングだ。2打席連発、ナイスバッティーン、先頭打者ホームラン、そして高校通算第10号、素晴らしい。放物線がねすこぶる綺麗。さあ帰ってきました、優勝。いやこれ阿部頼むぞ、 MVP 持ってきたら結構でかいぞ。阿部くん先発ピッチャー、大会 MVP
きました。2つ目の金徳、ごちそうさまでした。阿部くん見ましょうか。東海のドクター K、ドクター K、 ごちそうさまでした。ごっちゃんで完璧やんけ、完璧やんけ、ごちそうさまじゃん、本当にドクター K やん、かっこいい。優勝732。うん、これでいて、だって阿部飛行学流し打ちだから。ごちそうさまでした。これ天才じゃないからね、すごくない？かなり優秀だよ。いいですね、コントロールも A で、あ、奪三振あったからそれの上位互換になってんだ、素晴らしい。ここで阿部、いやもう大事な場面で1本打てばいいんだから、大事な場面で打たせるよこれ。送りバントとかしょうもないことさせないよ阿部。今まで1本も打てなくても大事な場面で1本打てばいいんだよ。ジョックロックの効果発動、パワー八景不可思議ミート七ナユタ五億不可思議、もう意味わかんないわ、ケータがアホ。オッケー満塁ね、はーい、バイバイキー、泣きながら追ってください。残念でした、うちの勝ちです。しょうもない終わり方ですね。残念。ナイスバッティング、阿部の確定だ。そうそう、阿部はこうでないと、頼むよ。ナイスバッティング、今日2本目、ボールを巻き巻きしていく。阿部はこうでないと困っちゃう。ナイスバッティング、確定弾最高、お前の時代完璧よ。もうよし、自分で楽に投げるために打っとこうっつって、その通りです。ナイスバッティング、第15号、阿部やばいな、70打点ぐらいいけるか。続いて黒沼くん、黒沼くんは内野安打丸、足が速かったはず、見ていきましょう。はい、183、うん、いいでしょう、いいでしょう、走塁とか盗塁の方が大事だから君は。はい、盗塁 D、 走塁 C、 あ、まあ悪くない悪くない。豪太くん足速そうに見えない。お前神奈川さんか、頑張って50盗塁ぐらいしろよ。谷村、山田、黒沼、黒沼行ってみようか。威圧感、阿部比、いやお前阿部レジヒッター持ってきたらちょっとこれ話別やわ。阿部比の方がいいと思うな、阿部比行こう。持ってきたらお前もいける。ダメね。素晴らしい、黒沼くんちょっといいんじゃない、アピールしてきてるよ俺に。7番ファースト黒沼、うん、なんだかんだ阿部比を獲得してきてね、背番号3勝取りました。そうそうそう、さすが努力でレギュラーを勝ち取った。黒沼いいでしょ、黒沼結構頑張ってんだよ。いやー黒沼もやばい、俺も 2-0 だ、打たないと、あの芋ゴミクズ先輩みたいになっちゃうから。そうだよな、ナイスバッティ、米粉皮膚に埋まってんの。黒沼また打ってるぞこいつ、7割6厘えげつない。黒沼チャンスにはでかいよ、黒沼チャンス C、 偉いな、チャンス E じゃダメですよね、僕が引っ張るんです。そうだよな、えぐ、確定弾ね、はいはいはい、もう最高の回答、100点のご回答です、素晴らしい、100点のご回答、これこれこれ。そうだよな、やっぱ黒沼7番で気楽に打たせる方がいいのかもしれん。リプレイをご覧ください。うい、完璧よ、えらい、パンダでいいよ。あーすいませんでした、長打でしたね、誠に申し訳ありませんでした。そうだよね、素晴らしい、その通りです、頭が上がりません君には。神、お前のこと
完璧だもん、もうお前。引っ張りもできんの。優勝。ないってことで。ここで黒沼行くか、ここで。黒沼頼むね。代打黒沼。さあ、チャンスが広がって、黒沼。さすがです、一発回答、ご名答、その通りです、一発回答。あ、来た球ね、はいっつって、ご名答です。さすが芸術、これぞ芸術。はい、その通り。黒沼偉すぎねえか、打ちすぎだぞこいつ。黒沼一本、打率下がっちゃってる。そう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 、すいませんでした、ちょっと気を引き締めます。そうだよな、その通り。ナイスバッティング黒沼、それそれそれ、そういうバッティング。さすがやな、これこれこれ、さすがです黒沼、こういうバッティングです。さあこれ黒沼、4割9分、1勝打つ男、はい、そういうバッティングです。だから黒沼いつも5割前後うろちょろしてるよな。走ろ、セーフ。黒沼魂のヘッドスライディング、叩きやってるからうちは。うん、アウトっぽいけど審判がセーフと言ったらセーフです。黒沼はまだ5割打ってんのお前。黒沼でいきます、そういうバッティング。黒沼ナイスバッティング。お前1年から出ててまだ5割超えてんのはもう病気よ。さすが。さあリプレイです。黒沼ね、ホームラン打てんのよ。いやー、今日も綺麗な空ですね。月食は見えるかな。おい、そうだよな、黒沼は一生打ってるもん。大丈夫それ、さすが黒沼。壊れよ。いやー、もうお前は一生打ってるね、本当に素晴らしすぎるわ。さすが、ここでの一本はマジででかい。そうそう、野手陣がこう言ってくれればいい。え、セーフティー、打つと思っただろう、打つと思っただろう。完璧、もうこれ完璧よ。ここで黒沼、5割7人。あら、ちょっと率下がっちゃってるな。あげます、そうだよな、その通りだよな、黒沼な、素晴らしい、打ちすぎ。はい、さすがです。黒沼はえぐいぞ、本当にバカみてえに打ってるよ。黒沼は偉すぎ。お前本当一生打ってるね。はい、ナイスバッティング、すこぶる打ちます、黒沼です。うん、ちょっと怖いわお前、ちょっと打ちすぎて怖い。だってお前2回に1回打ってんでしょ、やばいって。黒沼通算、だって甲子園打率5割でさ、普段より打ってないねってなんだよ、普段よりちょっと打ってないねお前って、おかしくない。さすがです、そのバッティングです。いやいやいや、この同点ツーランはでかいわ。もうさすが、もうお前に頼りっぱなしよ、もうやばいわ。うん、さすがです。ありがたい、ありがたい限りで。黒沼仕上げお願いします、仕上げお願いします、任せてください。そうだよな、その通り。お前は本当にえぐいわ、うん、やばい、うん、さすが。仕上げね、素晴らしい、こいつ神だわ、こいつえぐい。黒沼ちょうど5割です。果たして彼は5割のまま卒業できるのでしょうか。ここでこの男、
回ってくるのはこの男。お前は打って5割を確定してこい。これね、打たせます。黒沼打たせます。打たせます。お前に幾度となく救われてきたチームだから、ここはね、流し打ち打たせます。この打席で5割いくかどうかの決まります。ジョークの効果発動。ミート S 9587777ユタパワー2988不可思議。やれ。よーし、素晴らしい。5割確定。さすがです。勝ち越し。さすがだ。お疲れ黒沼、完璧です。5割です。見せ場なし。うわっ、黒沼また打っとるやん。ちょっと待って、お前最後5割6輪です。黒沼は5割6輪です。神です。黒沼534。これはね、星だけでは語れない凄さがあるんですよ。5割6輪、しかも彼は3年間で出ましたから。アベレージヒッター流し打ち、悩んだバル、万両とこ対するともに素晴らしい。右側も優秀。彼はね、本当にミスターアベレージヒッターよ、これ。ずっと打ってたもんね、本当に。欲しい場面で打ってくれてたし。これはもう3年間出た中では最高成績じゃない？ 5 割6輪は。55打点？えのきだより打点上げてんじゃん。しかも公式戦通算打率も5割超えてるからね。練習試合でなんか、わざと、セーフティーとかで稼ぎましたとかじゃないし、最後もう5割がかかった打席に関しては、こいつちゃんと流し打ちで三遊間抜いて打ってるから。そしてその後もオートでしっかり打ってるから。さすが神奈川の子ですよ。お疲れさん。黒沼、プロでもしっかりな。下山くん、はい、203。まあ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 、ぼちぼち。ちょっとあれだな、なんか動画だけど戦う顔してるね。対左 A 代打丸プレッシャーラン、全然ええやん。右側素晴らしいじゃん、優秀。うん、じゃあ交代代打下山。はい、そこで打てないと君はもう代打で出る場面がどん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 少なくなります。代打下山、特別だぞお前。いける。あー、ここ打てないのね。俺結構お前のこと代打で使ってやろうと思ってんだけどな。ここでお前代打丸発動して、信じてるからなお前。1年夏から寝てるだろ。一本欲しいぞ、ここ。大事だぞ、マジで。はい。とっても上手なペッパーを、試合中にこなしてくれました。こちら、下山くんでございます。交代です。ここ大事だぞ、つってんだから、お前。交代に決まってんだろ。さあ、これ、ペッパーくん。撃てよ、お前。対左 A だろ。ここしか撃つ場面ねえぞ、お前。何をやってんだお前は。もう出さんぞ試合。お、ペッパーマン打率は1割1分1厘。もうじゃあお前9の1ぐらいじゃん。全然打ってねえじゃん。8回ペッパーは成功しますってか、アホが。調子乗んな。お前ゲッツーで終わるのが一番しょうもねえから、ここで下山打てなかったらちょっとダメだね。これ下山行かせるわ。これ下山行くわ。代打丸ちょっと見せどころ。代打下山、お前代打丸やろ、頼むよ。よし、そうだよな、ここ打たなかったら打つ場面ねえよな。よしよしよし、来た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 。よし、よく繋いだ、よく繋いだ。
下山黒沢。ここはちょっとね、お前ペッパーくんでさ、終わってええんかお前。お前が結構こっから頑張らないとお前苦しいぞ。下山に行くわ、お前ちょっと頑張れや。ダメ？あ、いいわ、じゃあ。やる気ないのね、お前は。一生ペッパーしてろ、お前。息絶えるまでペッパーしろ。下山。お前出してやるから。やれよ。そうだよな、ペッパーくんな。ここしか打つ場面ねえよな。繋ぐんだよ。岡本ちょっと全然ダメだわ、君。やる気感じられない。申し訳ないけど。下山と仲良くすんなよ。お前下山と仲良くしてねえよな。ニコニコしてもダメ。下山と仲良くしてペッパーばっかやってんだろ、お前。無視しろ、下山のことだ。わかったか、岡本。下山とは生きる世界が違うんだ。あいつは無視しろ。最悪。あいつは無視しろとかって言って。下山、ギャン泣き案件。よし。吹奏楽部も下山の時は、トランペットとか吹かなくていい。下山がね、アドバイスしてんだよ。あ、バットはね、この角度から、片側からスッと下ろすのがいいよ、とか。いいよじゃねえよ。邪魔すんなよ。撃てよ、お前じゃあ。お前、ほら、お前のペッパー理論なんて聞いてねえんだよ。はい、国母がエラーしてるわ。お前のペッパー理論聞いてないのよ。片側から下ろすのね、スッとね。うん。振り切ろう、ちゃんと。僕6割です。うるさい。お前ほら、偏差値30だもん。ほら、もう顔見たらわかるわ。学度なさそうな顔してるもん。他人に教えるな、物事。よし、出番な。やれやれ。独自の打撃理論で俺は勝ち上がる。持ち前の熱血。来ました、ピッチャー返し。そうだよな。独自の打撃理論で頑張れ、お前。そうだよな。走れ。犬のように走れ。ホームに来い、ホームに、ホームに、ホームに。遅いわ、足、お前。胸から下切り刻め。自分でやれよ、お前。他人がやるとお前犯罪になるから。自分でやれよ。自分で手下せよ。下山。自分の野球道具を熱心に磨いてる。ああ、汚しとこ。墨汁つけとこ。バッテ墨汁に浸しとこ。白のバッテ黒にしとこ。完全にいじめです。そうだよな。対左 A 弾だからな。ここで打たなかったらお前打つ場面ねえんだから。その通りです。家帰るのチャリなりだ。あ、タクシー用意しておきます。お金は下山に払わせます。下山、お前母ちゃんから金もらってこい。岡本全然よ。南国の街道、気のせいじゃねえの、お前。南の国のカッパとかだろ。あっち行ってろ。皿かぶってろ、皿を。お前は帽子、下山の帽子はいらないから。下山のだけ皿にしよう。山崎、秋のパン祭りの、当たった皿にしよう。下山のは。そうだよな。前田は走塁いいからね。なんで駆け抜けてんだ、カッパー。お前。ファールゾーンにキュウリでも入ってたか、お前。駆け抜けじゃねえだろ、お前、これ。フェイスまで到達してんだぞ、お前。オーバーランだろうが。舐めてんのか。わかりません。走塁の練習普段からしてないから。かっこいいけども。うん。かっこいいけども。まあ、普通かな。下山もまあ、でもこいつ最初の方全然打ってねえから。お前、そうだよな。お前はよう打つね、下山も。前田と二人で頑張れ、お前。打球の質としては完璧。帽子分ない。9割 !2 試合9割病気 !6 割6分7割。前田さんさすがですよ、だけど、お前頑張りすぎだわ。よし。最後の代だからな。俺の代だから。頑張る。えぐいのよ、お前。じゃあ10の9ってこと？すごいね、君。そうだな。頭悪いんだから頑張れ。
そうだよな。いやでも上がりすぎじゃない？大丈夫？滞空時間長いなお前。ずいぶんいいホームラン打てんな。その滞空時間は偉いわ。その滞空時間はアーティストなんよ。これ入れてくるの偉いね。そうですよね。当たり前だお前は。もう間違ってる自分がもう恥ずかしいわ。打って当たり前お前は。そうだよな。そのバッティングだよ。その通りだ。よく打ってるお前は。お前はよく打ってる、うん、認める。独自の打撃理論認める。お前はそうだよな。すこぶる打ってるね君は。うん、認める、認める。独自の打撃理論認める。パン買う。うん、山崎パン買う。お前にシールだけあげる。あー、これは落ちる？落ちる。金本狙ってる。はい、お前今日9打点やん。めちゃんこ上げとるやん打点。左中間が狙い目です。分かった分かった。金本狙ってんだよお前。お前ようやっとるわ。5割7分1厘4本12打点。スラッガーなのよ。これは。スラッガーの成績なのよ。ようやっとるわ。いいね。打てるね。下山。そうだな。お前主軸になってんじゃん、チームの。ペッパーくんの、お前はどこに行ったの？才能開花してない？お前。そういうバッティングできんならいいよ。下山で秋の県大会2試合打率9割だからこいつ。そうだよな。その通りだよな。うん、これがね、これが上位陣のね力なんよ。このチーム上位陣で成り立ってるから、うん、お前は本当打つようになったね。いいね。泳いでそれ。独自の打撃理論。これそこ持ってけるのお前。そのバッティングですごいね。泳いでそれ。変態打ちじゃん。下山。下山はね、独自の打撃理論でね、なんだかんだでやりました。対左、阿部プルヒッター、代打丸、プレッシャー。まあね、ロッテのね、風を読むために、独自の打撃理論で頑張って。まあ、よく4割打ったな。お前散々打ってなくて散々いびられてたからな。頑張れよ。下山。お前なんかあれだからな。お前ペッパーくんとか呼ばれてたからな、一時期だ。ペッパーくんとかカッパとかって言われてたから、お前は。残念だけども。よく頑張った。うん、よく頑張ったと思います。お疲れさん。